皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、本日のアレンジはこちらです。はい、ゴム1本でできるアレンジなので、ぜひチャレンジしてみてください。では早速アレンジしていきたいと思います。ではアレンジしていきたいと思います。はい、もうですね、一つ結びですね。こちら一つ結びをゴムは2回ぐらいで結んでください。はい、でこうしたら、毛先をねじっていただいて、まあ、ねじりながら根元にこうゴムの部分を持ってって、でゴムの部分を引っ張ります。はい、で引っ張ったらこのゴムの中に毛先を入れちゃいます。まずこれで1回目です。はい、これで毛先が入りました。こんな感じですね。一回転させて毛先を入れる。で毛先が入ったら、この毛先を一回転、まだここで一回転させて、ま、巻きつけるんですよね。はい、根元に巻きつけて、巻きつけたらまたゴムを引っ張って毛先をゴムで挟みます。はい、これで、あとはほぐしていってアクセサリーをつけるだけです。はい、ほぐして完成です。はい、であとゴムが見えているところはこういうクリップで隠していただくといいと思います。はい、ではまた動画上げたいと思いますので、ぜひね、何度も見てチャレンジしてみてください。で今日もご視聴ありがとうございました。